こんにちは、トイラボです。今回は2022年6月に発売した新作トミカを開封して見ていきたいと思います。ナンバー48、イスズ、エルフ、ミッキー&フレンズ、トラック。ボディカラーは黒、バンパーは黄色になっています。ミッキーのカラーを意識しているのでしょうか。側面にはディズニーのキャラクターがシールで書かれています。反対側は違う絵が書かれていますね。リアを見ていきましょう。上から見てみましょう。シャーシは2007年のイスズ、エルフですね。アクションはサスペンションとパネル開閉となっています。ナンバー91、シボレー、コルベット。ボディカラーはアクセレレートイエローメタリックを再現しているのでしょうか。少しパールがかっていて綺麗ですね。フロントライトは黒の塗装ですね。ブレーキランプ周りもしっかりと塗り分けられていますね。後ろから見てもかっこいいです。見えにくいですがエンジンルームも作り込まれています。アクションはサスペンションのみとなっています。ナンバー91、シボレー、コルベット、初回特別仕様。初回特別仕様のボディカラーはラピッドブルーを再現しているのでしょうか。こちらは通常版にあるようなメタリック感はないですが、青空のような綺麗な青ですね。特に通常版と初回特別仕様で金型違いなどはないようです。
アクションも同様にサスペンションのみとなっています。ナンバー123、ガリガリ君、フルトレイラートレーラー上部にガリガリ君のシールが貼ってありますね。側面は大きなガリガリ君と赤城乳業のロゴが入っています。反対側はガリガリ君のロゴが入っています。トレーラーの扉にもガリガリ君が書かれていますね。トレーラー上部にもガリガリ君とアイスが書かれていますね。後部のトレーラーについて見ていきましょう。ガリガリ君が逆さに書かれています。前部とは逆でこちら側にガリガリ君のロゴが書かれています。反対側にはガリガリ君の顔が描かれています。こちらは虹にガリガリ君が座っていますね。ガリガリ君のアイスが食べられています。どうやら当たったようです。連結してみましょう。左右に少しだけ動きます。ナンバー25、トヨタ、スープラ。ボディカラーはツヤありの黒ですね。ナンバープレートがあり白で塗装されています。デカールとか貼って改造するのも良さそうですね。ホイールは純正ホイールを再現しているのでしょうか。割と似ていると思います。内装はグレーになっています。ブレーキランプ周りはクリアパーツになっています。リアも白いナンバープレートがありますね。アクションは左右ドア開閉とリトラクタブルライトの展開、収納となっています。
ナンバー25、トヨタ、スープラ、発売記念仕様。発売記念仕様のボディカラーは白になっています。内装色はマルーンを意識していると思います。アクションは同様に左右ドア開閉、リトラクタブルライトの展開、収納が可能です。いかがだったでしょうか。個人的には通常版のコルベットのカラーがよく気に入ってしまいました。70スープラもさすがプレミアムって出来で良かったのですが、自分の個体は品質がいまいちで少し残念です。あとはガリガリ君フルトレーラーですが、全面シールなのにもかかわらずなかなか満足度が高く、見ていても面白い車種でした。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。